すげー振動です。どう考えても海だろ。はいよ。さあ、海なし県民が2人海を目指します。狭っ。了解です。スクーターでも野営する人いるんだね。おお、びっくりした。うわ。左の方は怪しいよね。でも海方向は大丈夫じゃね。今 10% ぐらいの確率はあったんだけどね、昨日とか。今はどうだか知らんけど。のどかだね。まさに栃木だね。こっち方面、あれ雲、雨っぽい。こっち超快晴です。了解です。そうね。降ってるよね。うん。
もやっぱり予想通り、さっき変な風が吹いてるなと思ったんだよね。なあ、了解です。うん、なんかちょっとした雲っぽいけどね。さて、変な雨雲に襲われましたけど、なんとか無事切り抜けられたようです。なんか左からついてくるんですけど、いや、しかしお尻ブリブリ、お尻ブリブリなんですけど、路面が悪い。この先左折？違う？あ、そうなんだ。じゃあ俺のと違うルートを案内してるな。高速はないの？まあ別にな、どうでもいいんだけどさ、割ともうこっち来てるから、うん、しつこいね。なんか雲がついてきてるんだよね、左の。ああ、昼飯ね。どこでもいいんだけどさ、海見てっからのがよくね。これ前線だね。ちょうど今前線が通過してる感じ。ごめん、なんか音が切れてたみたい。ああ。50号は結構南を走ってるから、北関東は多分左どっか行かねえと出ねえんじゃねえかな。ここ宇都宮でしょう。どっかにインターはあるよね。でも50号にインターの案内は出ないんかね。だからそんだけ北を回ってるんだと思うんだけど。想定外だね。だって 10% で降ることなんてまずねえやん。しかも天気雨だよ。
ってんだこれ。うん、抜けたね前線は。ずっと追っかけてきやがった、あれ。さっきの大崎神社でさあ、こうさすがマイナーとか処方とか言ったから怒られたんかね、雨。さて、なかなか高速道路が出てきません。ひたすら海へ向かっているはずですが、なんか確かこう、あ、筑波山だね、右側。おー、筑波山だ。群馬県民の赤城山みたいなもんかな。鬼怒川。もうなんかどこって感じ。それか水がねえし、どこに水があるの、この先か。すげえ流域面積だな。どんだけの川幅って感じなのに。わあ、すっげえ。車重の割にタイヤが太いから、なんて言うんだろう、路面のこうよれにかなり持ってかれるよね。あのアスファルトの縦の輪立ちがさ、結構なんかニュルニュルって持ってかれ、MC だと そんな感じことはないんだけど。右なんだ。高速のさ案内がちっともないんで、多分下回りになってるな。まあいいや、 OK です。出たね。知ってるよ。玉札さんだろ。あとエマヤンチャンネルが好きだけど。エマヤンチャンネル。うん。面白いよ、夫婦の漫才みたいな感じで。なんならだって俺あの NC も嫁に内緒だからね。そうだよ。そもそも教習所に通ってたのも内緒だし、大型のね、大型のこっちはさ言ってたけど、大型のこっちは実は内緒だったんだよ。で途中からバレて別になんてことねえんだけど、
でバイクが来るまで時間もあって、ほとぼりが冷めた頃に納車になったっていう。あ？別に諦めてるからね。いや別に仲が悪いとかそういう意味じゃないけど、俺ができる範囲でやるんだから別に。はい。うわ、きつかった。ちょっと待ってね、剣しまうから。うわ、止まっちゃったよ。